しなきゃ。5分以内に朝ごはん片付けますからね。ママがキスで起こしてくれるのはドラマだけの話さ。Yes, no, maybe. もしもし、マルコムか。助かった。小銭が少ないから要件だけ言うぞ。母さんのクレジットカードを使って俺に携帯電話を買ってくれ。申し込むコースは無制限のオフピークプラン。物は高い。ミリさん待ってよ、そんなこと無理だよ。なんだと。マルコム、俺を見捨てないでくれよ。悪いけど母さんは電話料金のことで怒りまくってるんだ。ピリピリしちゃってるからもう協力できないよ。こうなったら電話以外の慰めを見つけるしかないんじゃない？もしもし？兄さん？学校に行く前に僕のお弁当をあげるよ。やった！食い物だ！少しくれない？ダメだよ。これは薬入りサンドイッチだ。ステイビー、薬入りだなんて下手な嘘つくなよ。嫌なら嫌だって言えばいい。分けるのは嫌だ。探偵ごっこしてくれたら僕が探偵で。そんなガキっぽいことしたくないね。なんだよイライラして。実はフランシスが学校を脱走して家まで逃げてきたんだ。全身傷だらけで臭いしお腹を空かせてる。空き地に隠れてるけど親にバレたら殺される。忠告しても聞かない。どうしたらいいかな。チクればいい。チクるって？誰かに知らせれば。そんなの嫌だよ、兄弟だもの。それに誰にも言わないって約束したんだ。言ったじゃん僕に。君なら告げ口できるほど息が続かないだろ。商談不成立。あの子ったらまるで囚人みたいにミリタリースクールから脱走して逃げ切ろうって魂胆なのよ。闇の中に紛れれば見つからないとでも思ってるなら見つけて後悔させてやるわ。とにかく落ち着くことだ。どこにいるかなんてわからないんだ。わかるわよ、警察に頼むから。いなくなってから48時間以内は探しちゃくれないよ。ドラッグを持ってるって言えばいいわ。ロイス、やめないか。今現実を受け入れることだ。君にだってできないことはある。なんて？あの子にも自分の行動に対して責任を取らせるようにしないと。そしてあとは運命に任せるしかない。はい、運命ですって。運命なんて言い方するのは家族以外のどうでもいい人の時にしてちょうだい。母さんきっと大丈夫だよ。しまった、戦略ミスだ。どうしてそう思うんだ。それはいつもそうだから。マルコム、今はとても深刻な状況なんだよ。お前だってフランシスが心配だろ。だからもし何か手がかりを知ってるなら。ジレッタイはね。フランシスはどこなの。ビビに会いに来たんだ。声合うって。しまった、迫力負けしちゃった。あのバカ息子、あの子といつ喋ったの。目を見ちゃダメ、目を見ちゃダメ。検査だよ。そうだ、デュイがビデオデッキにサンドイッチを。マルコム、フランシスはどこ。落ち着いて、待ち合わせは公園。公園だよ、ジラシー公園でビービーと会うって言ってた。じゃああの子にどんな運命が待ち構えてるか見てくるわ。